間違えて右股関節伸ばしてないっちゃうと、せっかくここで線を取っていくとしてもやられちゃうんですよ。あとはもう相手の周りが二頭取りみたいなことするので相手を置くと考えますよね。打ってくるのも今の場合これこうやったら先に出ちゃうじゃないですか。その時にもう来るなと思ったらこう返す。何がしたいかというと、あえて自滅させたいのか。手探りとして、こうしてしまうと差し込まれちゃう。それでこのまま我慢していれば、相手が手を取れる。手を取らせたい。柳の枝をパフォーと触るような感じで抜けちゃう。